妖怪ウォッチのパンを買って3枚シールが手に入ったので開けてみたいと思います。えっと、コマジロのいちご蒸しパンとキュービのチョコクリームパンと、あと、あ、待てよ、開ける前に。あと、トゲニャンの メロンパンを買ったんですけど、はい。では、こちら、なんか、おみくじになってるらしいので、はい。じゃあ、この中で、どれが、いいか、はい。自分の頭の中で決めてください。では、開封します。うーん。私は、これ。 やっぱこれ <laughs> はいお腹からあじゃあま普通にこっち側から開けていきますじゃん小吉運河池をじゃんあっキッコマさんコマさん好きなんでねはい中吉 <laughs> 大吉が出なかったでもこの中だとキッチが 確か一番いいですね大吉吉中吉小吉末吉今日なのでねはいうーん花子さんはいというわけで吉駒さんでしたえら <laughs> になんか書いてあるのかなはい花子さん 学校に住み着き、いつも遊び相手を探している。そのくせ人見知りなので、受け身の姿勢は崩さない。女子トイレがお気に入り。女子トイレ以外にも出没してましたね。コマさん、田舎の神社を出て桜ニュータウンにやってきたコマ犬の妖怪。大好物はソフトクリーム。うーん。運が一挙。 由緒正しい古い鏡に霊魂が宿り妖怪になった姿。鏡と鏡の中の空間をつなげる不思議な能力がある。うーん。<laughs> コマさん。はい。この中のキャラクターだとコマさんが可愛いと思います。はい。おしまい。